野田和次郎2月15日から1988年12月15日は、長崎県長崎市出身の実業家。第二次世界大戦後、連合国占領統地下の日本において、持ち株会社整理委員会常務委員、委員長として財閥解体にあたり、HCLC 解散後は、ホテル大ラの立ち上げに参加。日本ホテルの国際化の礎を築いた。成果は、 三菱長崎造船所雇用田市の洋服商。外交官を目指し東京高等商業学校に入学したが当時活況にあった防衛企業に興味を持ち進路を転換。1918年の卒業とともに三井物産に入社。英語が得意だったことからすぐシアトル出張所に配属された。1922年、現地の弁護士の娘で、 米国の三井物産でタイピストをしていたアリスカリタ、コーストンと結婚するが、人種偏見が強い当時の国際結婚は、双方の家族や、社内の抵抗を受け、これが原因となって翌年三井物産を退社する。今でいうアルバイトの形で、中小貿易業者に勤めた後、1926年、三井物産時代の同僚の学府だった、平尾八三郎の紹介で、 非免実業に入社。横浜支店を経て、ニューヨーク支店に勤務。この時に、全米各地を、キートのセールスを始めたが、のだが、日本人ということで当初は、門前払いをされて苦労をしたが、商談の円滑な進行のために相手方の地元で、最高級のホテルのロビーを交渉場所に選び、マナーにも注意を払った経験が、後のホテル時代に、大いに役立つことになる。 世界恐慌の影響を受けて日和田が経営危機に陥り、本社で海外支店閉鎖が検討されるとこれに反対し、1931年にニューヨーク支店長に就任。キーとスフの取引を中心に活躍した。日中戦争を契機に日米関係が悪化する中、ニューヨークに拠点を置く日本企業を集めて、 ニューヨーク日本人商業会議所を設立し、事態の打開に当たったが、新珠湾攻撃直後、敵国人として FBI に逮捕され、1943年9月に、妻のカリタと娘のグロリアを置いたまま、強制収容所で悲惨な生活を送った後、日本に強制送還させられた。帰国後、食卓として海軍省に出向。海外放送などの翻訳、分析に従事した。 また軍令部に置かれた台米研究会に加わり、主にアメリカ人の国民意識について論じた。1945年の敗戦によって海軍小食卓を解かれ、日綿に復帰したが、1946年5月、小林13の推薦で持ち株会社整理委員会設立委員となり、同年8月の HCLC 発足に伴い、常務委員、 1949年11月に委員長に就任。企業と GHQ の間に立ちつつ、合計408社に及ぶ、持ち株会社、過度経済力集中排除法指定会社の整理や、財閥家族、役員の産業界からの追放という、世界でも類を見ない、国家規模の産業再編成を指揮した。HCLC が1951年7月に、 解散した後は、京阪神急行電鉄、高楽園、スタジアム、三井船舶の顧問、川名ホテル相談役を経て、1959年に大成観光社長に就任。財閥解体で帝国ホテルを手放した過去から、帝国ホテルに並ぶ国際ホテル建設の夢を抱いていた大倉吉次郎との二人三脚で、商社マン時代のホテル経験を活かしつつ、 はるか日本まで来ていただいた外国のお客様に日本の伝統、風土の中でくつろいでいただくとのコンセプトの下に1962年ホテルオークラを開業。1964年東京オリンピックを背景に日本のホテルの質の向上に力を注いだ。1975年には日本ホテル協会会長につき観光行政の強化や史跡、自然保護を訴えた。 ホテル大ラでは、野田の後に、青木虎夫や後藤達郎が社長を務めていた時も、野田が代表権を有しており、野田の陰性が続いていると言われることもあった。しかし、野田の真意は、公認の社長たちに、早く社長業に慣れてほしいというものであり、陰性を敷くことではなかった。故郷の長崎市に、ホテル大ラを進出したいと願っていたが、存命中には果たせなかった。 ありがとうございます。